ジェイミー・バークは、アメリカ・オレゴン州、ローズバーグ出身の元野球選手。保守、右頭右打ち。保守以外に一類種、三類種、右翼種、投手での出場経験がある。オレゴン州立大学時代は、野球のほか、アメリカンフットボールもプレーし、キッカーを務めていた。1993年、カリフォルニア・エンゼルスからドラフト9巡目で指名され、契約。 2001年5月9日にメジャーデビュー。2003年にシカゴホワイトソックスに移籍。2005年シーズン終盤にテキサスレンジャーズとマイナー契約。2006年はメジャー出場はなかったが、2007年マリナーズの春季キャンプに招待され、ジョージ・マケンジの控え保守として契約。最終戦でプロ入り初本塁打を放った。2004年と2007年には、 ある程度の出場機会を与えられているが、そのいずれでも、300を超える打率を記録している。2008年7月6日、デトロイトタイガース戦で初の投手を経験した。先発出場していた、ジョージ・マケンジが8回にダイソーを送られて退き、9回から保守として出場。1から1で迎えた延長15回をもて、マリナーズのブルペンには、ブランドン・モロー。 アーサー・ローズらリリーフ投手が残っていたが、モローは、ここ5日で4試合に登板、ローズは左腕に違和感があったため、ジムリグルマン監督は、マイナー時代に投手を経験していたバークを7番手投手として起用。バークは、先頭打者のミゲル・カブレラに二塁打を打たれ、冒頭と犠牲フライで勝ち越しを許した。その後イバン・ロドリゲス、エドガー・アーレンテリアを打ち取ったものの、 チームは1から2で敗れ敗戦投手となった。球場のスピードガンで最速86マイルを記録した。2009年9月、ワシントン・ナショナルズに移籍。2010年は1試合の出場に終わった。引退後はマイナーチームの監督をしている。ありがとうございます。